はい、どうもこんにちは、アミです。とね、今回もね、マリオカート8デラックスの実況の方やっていきたいと思います。コースね、前回と引き続きハーバーなんで、キノピオハーバーなんでね、2連続やっていきたいと思います。はい、スタート見せました。ちょっと今日ね、いつものテンションというか、まあ、喋り方が違うと思うんだけど、まあ、なんでかって言ったら、夜に撮ってるからですね。普段はね、そう、当日の昼に焦って撮ってるんで、あんまりあれなんだけど。そう、今夜中に撮ってるからね。なんでかってね、そう、夜中って、アロハミさんが前日の夜中にってなるじゃん。そうなんですよ。明日というか土曜日ちょっとお出かけをするので、まあね、そう、昼に動画が撮れないということで、まあ、じゃあ今撮っちゃおうとなりましたね。あぶねー。そう、僕はね、そう、この土曜、今動画が上がってるこの時間、富山県にいます。富山県、はい、富山県の方にちょっと遠出をね、したいと思います。さあ、5位ですよ。ちょっと無理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 。いや、絶対当たると思った。まあまあ、これはね、ここに7枚あるんで、まあまだ8枚。オッケーオッケーオッケー。1人やって、これは外行きましょうか。コイン10枚していく。外行ったらね、相対的にというか、1位との距離がね、多分開くんで、いいアイテムが出るんじゃないかなと思ったんですけどね、あんまり出ませんでしたね。このアイテムを取って、ここでショート化する。5位で木野さん、まあまあいいんじゃない。1位からね、そう、距離が詰まってるから、1位から俺のとこまでの。危ね。ああ、もう避けれないか。今の避けれたと思ったんだけどね。惜しかったわ。さあさあさあ。完全に交流戦終わりのテンションだからね。いやー、オッケー、ナイス。これ完璧だね。天才、天才すぎる、マジで。ガチ天才。いけ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 。よしよし。うるせえよ。うるさすぎ。これはね、ダブル取れないか。これはシングルで負けよう。さあ、ここ1位出れないか。出れないな、これは。2位でいいかな。まあまあまあ、2位です、これは。いやー、1位ワンチャンって思ったけど、届かなかったな。惜しかった。ダブル取れてれば変わったかもしれないね。はい、じゃあね、2レース目、ネイチャーロードですね、やっていきたいと思います。3、2、1、はい、佐藤。さあさあ、さっきはね、サンダー、いいとこで受けたにもかかわらず1位を取れなかったんで、ね、はい、落ちていく。落ちていく。まあまあまあ、まだね、ちょっと まあ、まだ1周目なんで、1周目なんでコイン取ってね、上がって、ていきたいと思います。はい、コイン取って、オッケーオッケー、コイン取れるよ。このコース打開効くんでとか言おうと思ったけどね、さすがに打開効かなすぎるから、このコース危ねえな、マジで。ちょ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 、落ち着いて、落ち着いて。よいしょ、10位っすね。ちょっと FB が怖いよ。コイン取って、コインここで取りたい。取りたくない、取りたくないじゃなくて取れない。強がってる人もいたね。オッケーオッケー、コイン10枚。これで、ね、コイン10枚できるの普通にでかいよ。さあ、ここ多分スター出てくれるはず。どう？お、強い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 。よしよしよし、息吹き返した。 危ないね。これはもう使っていこう。8のコインでね、コイン回復してって。危ねえ。赤か、弱いな、ちょっと。でもね、ワンツーが結構潰しちゃってくれそうだから、どうですか？いいっすね。いやー、それ当たるか。当たんないかったらいけたなー。2位の人もあれ持ってなさそうです。
やれないか、惜しい。3位か、どんどん順位下がるわ。いやー、2周目に引いたサンダーを自分で使えてればもうちょっと上がれたかもしれないな。あー、惜しいわ。くそバビちゃんデラックス、いいっすね。はい、じゃあね、3列目 DKJ やっていきたいと思います。さっきのね、ワミちゃんデラックスは僕が今このね、動画上がってる今遊んでいる友人でございます。リゼにいるミルチさんですね。今もうみんな動画見てると思うけど、わかんない、ちょうどね、上がってる時間帯に見てる人はもうちょうどピンポイントでね、僕は今ミルチさんと遊んでいるので、何をしてるんでしょうね、僕今。わかりませんね。さあさあ、1位。いいんじゃないでしょうか。軽々と出れたね。これはもう前張りの姿勢。ちょちょちょ、危ない危ない。もう前で勝つ。前で勝っていくことができるんじゃないでしょうか。ダブル防御あるんでね、赤にも耐えれるし。結構強いはず。距離も結構空いてるから、トゲが来ても一発ぐらいやったら耐えれるんじゃないかな。これは真ん中に置いておきましょうか、赤が来た時用に。さあさあ、トゲはまだ来ないか、そろそろ来てもおかしくないんだけど、ね、クラゲン選手に行きましょうか。クラ出ないか。消せ、消えないか。ほ、無理かー。今タイミング的にちょうど良かった気がしたんだけど。さあ、トゲ来ましたよ。僕は譲りませんからね。と見せかけて。くそー、マジかよ、あいつ。今の食らわないのか。割と惜しかった気がするけどな。いやー、あいつ、何してくる？後ろがね、怖すぎんで。船だ。伊藤さん怖え。いや、無理無理無理、今のは無理だ。そこは無理。いやー、避けれない、避けれないというか、惜しかったな。お、でもこれで、いや、1位潰れるけど俺がな、上がれねえなこれ。いやー、最後1位取りたかったけどな。いや、でもまだいけるかもしれない。これは赤投げる、赤投げる、全然いけない。5位か。くっそー、あいつ1位。いやー、負けた。マジかよー。はい、じゃあね、今回の動画はここら辺で終わりしたいと思います。くっそ、普通に悔しいな最後。いやー、でもな、あいつ赤さ引いてたからな、しょうがねえな。まあまあまあ、結構ね、そう、遊びに行くっつっても3日間ぐらい行くんで、3日間、2日間かな、3日間か、わかんない、忘れた。3日間かな。土日月で、月曜日に帰ってくるんで、はい、楽しみたいと思います。そんなこんなで珍しい前撮りでしたけども、まあまあ、たまにはね、こういうのもあっていいんじゃないかなって思います。はい。ではでは、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。